大宅山と大宅山と2番と並んでいま直線に向きました。そして3番手グループは庭師村開いて大ヒットレジャー内をついて1番の2番のブラックオークも突っ込んでくる。さあ先頭は逃げる。15番大宅山と大宅山と逃げている。父の血を継ぐ遅咲きの脅威の粘り。レースでは何が起こるかわからないということがよくあるわけなんですけれども、スプリンターズステークスでもかつて、こんな伏兵が勝ったことがありました、その馬は大宅ヤマト。重賞未勝利の身で、このスプリンターズステークスに挑戦してきたんですけれども、なんと16頭立ての16番人気、単勝のオッズが257.5 倍ということでした。とても、勝つという余地はできませんでしたですね。でこの大宅ヤマトが伏兵で穴を開けた2000年のスプリンターズステークスには実は7頭ものですね G1 ホースが出ていたんですね。で、その中で、焦点となったのはアグネスワールドとブラックホークの3度目の対決ということでした。このアグネスワールドは夏のイギリス遠征で実は2つ目の海外 G1 を制覇しておりました。で一方のブラックオークも相当頑張った馬だったんですけれども、まあ、その当時はですね堅実ではあるけれどもどうも決め手に欠くという、まあ、そんなことにもなっておりましたですね。このブラックホークをステップレースで実は破って4連勝を飾っていた馬がいたんですけれども、これがビハインド・ザ・マスクという馬でしたね。まあ、上位を脅かす存在として注目されておりました。さてそれでは大波乱となりました2000年の第34回スプリンターズステークス中山競馬場はやや重でした。馬場状態がやや重まで回復いたしました中山競馬場です。香港からベストオブザベストを迎えまして16頭立てです。順調な枠入りで16番の大気トレジャーが一番最後になりました。枠入り割ってスタートしました。大気トレジャークロスタートすぐ川澄みして大宅ヤマトに出てきました。大宅ヤマト、そして中からユーアファルコンがこれを競りかけていきました。ユーアファルコンが先頭立ちまして大宅ヤマトが2番手になりました。その後ですが4馬身が来ました。3番手大気トレジャーアグネスワールドはその後4番手の1軍で、そのうちにブラックホークこれもこの1軍によりますが外をつきまして、さらにはジョーディシラオキなどが並んでおります。間にはさらにシンボリインディ、これがちょうど3番手グループです。ちょうど前から7番手ぐらいインコース2番のブラックホークになりました。あとは下がりまして中をついてはマサラッキー、そして中段です。中段に香港のベストオブザベストがつけております。さあビハインドザマスクは現在最高峰です。最高峰、その前がブロードアピールという体制です。さあこれから第4コーナーに向かいます。さあユーアファルコンが先頭で大宅ヤマト、大宅ヤマトユーアファルコン並んで今直線に向きました。そして3番手グループは2馬身ぐらい開いて大気トレジャー、そして間をつきまして間をついて懸命に杉の早風も粘っていますが、内をついて1番の2番のブラックオークも突っ込んでくる。さあ先頭は逃げる。15番大宅ヤマト、大宅ヤマト逃げている。アグネスワールド来た。アグネスワールドが2番手競り合っている。先頭ゴールイン大宅ヤマトです。大宅ヤマト、大宅ヤマトでした。2着争いでした。ブラックホークとそしてアグネスワールド、いやいや時計はかかりましたが先行した大宅ヤマトが残りました。勝ちタイムは1分8秒6、大宅ヤマトでした。2番手を進んだ大宅ヤマトは、4コーナーで先頭に立っておりました。そして熾烈な2着争いを演じたアグネスワールド、そしてブラックホークを尻目に驚異の粘りを見せまして、重賞初勝利をこの G1 レースで飾ったんですね。この大宅ヤマトのお父さんですけれども、これまた村馬と呼ばれました。マイルチャンピオンシップを連覇しております大宅ヘリオスという馬で、このお父さん譲りの粘りとそれからここ一番の勝負強さ、これが大宅ヤマトにもつながったのではないかと見られておりました。この時の大宅ヤマトは6歳で、この年齢で大変身し、そしてその後すぐ京都であったスワンステークス1400メートルでもですね、
8番人気を覆して勝利をつかんでファンを驚かせておりました。この年の JRA 最優秀短距離馬と最優秀父内国産馬にも選ばれておりました。6歳の秋に入って G1 と G2 を勝ったという大宅山と、まさに父の血を継ぐ遅咲きのスプリンターと言えたのではないかと思います。さあ先頭は逃げる15番大宅山と、大宅山と逃げているジュネスワード来た、アグネスワードが2番手競り合っている、先頭ゴールイン大宅山とです。大宅山と大宅